バスケットボール男子のアジア杯予選、25日、有明で日本に88年ぶりに敗れた中国で、ファン離れが進んでいる。中国は73対76で日本に競り負け、五輪を含めたフィーバ主管の主要国際大会で88年ぶりに日本に敗れる屈辱の一戦となった。中国は姚明氏らの活躍で一時代を築いたが、現在は低迷。今回の敗戦で現実を突きつけられた格好だ。中国メディア、モーイ、は、日本に惨敗後、CBA オールスターのチケットを誰も買わず半額でも売れない、と報道。3月に、3日にアモイで行われる国内リーグのオールスターゲームのチケットがあまりに余っている現状を報じた。中国男子は88年間日本戦無敗という黄金の地位を失った。この結果を中国のファンは受け入れられない。多くのファンが諦め、落胆し、もはや中国バスケに希望を持てなくなっている、と指摘。その意思が現れているのがオールスターのチケットだという。6段階あるチケットが全く売れていない。最も安いチケットでもだ。CBA は緊急に割引セールを発表。最も安いものは380元から180元に値下がりした。半額以下にしてもまだ売り切れていない、と絶不調。これは日本チームに負けた直接的な結果だ。スポンサーの注目の低下など、多くの間接的な影響があり、あらゆる側面への影響は広範囲に及ぶだろう、と持論を展開した。また、総府によると、無料でも観戦したくない、というファンも出ているという。